最近その中学生高校生の女子学生が自分の友達を殺して解剖しちゃったりね、それから大したことでないのにすぐ殺人に及ぶというような異常事件があちこちで次々起こって新聞を騒がしておりますけれども、そのニュース解説なんか聞いててもこれぞといった決定的な解決方法はないんですね。でよく分かってもいないような心理学者が、あるいは警察の専門家と称する人が出てきて、次から次へと思いつきを言ってるだけで、私はこの問題は放置しておくと大変なことになると思っておるんです。それはね、人殺ししたら、一人殺したら、まあ無期懲役、二人以上殺したら死刑というような今の検察庁の基準があるんですね。そちらの基準の方は割に守られている事実、二人以上殺した人に対しては死刑の求刑が多いですけどね。今その時の精神状態はどうであったか精神鑑定をしろというようなことを加害者の方が、被害者の権利を、その家族の悲嘆をよそに、被害者の人権っていうのは全然忘れられて、加害者の人権のみね、声高に語られてるっていうところに現在の異常犯罪の問題点があるわけです。やっぱりね、榊原っていう小学生殺しちゃ、その校門のところに首を置いといたりする異常な犯罪が関西でありましたね。あれなんか今自由にしてるはずです。それはね、刑法39条っていう困った刑法の条文があるんです。これで私どもはもう50年来というか、この新刑法が改正になったのは昭和23年ですから、もう23年というのは1948年ですからね、48年から今だともう半世紀じゃ済まない。とにかく私、警察入ったのが1954年に入ったんですけどね、もう本当に半世紀以上この刑法39条の改正ということを声を大にして叫んでおるけれども、全く相手にされないという状況です。刑法39条ってのは何かと言いますと、精神病、心身喪失、心身耗弱と2つ条文には載ってますけど、心身喪失者が犯した犯罪はこれを罰せずだったかな、心身耗弱者、まあ心身喪失までいかないけど精神異常をきたしているもの、それが犯した犯罪は刑を軽減すとなっているんです。軽減だったか減免だったか、とにかくそういう刑法39条っていうのを弁護士がもうすぐ盾に取って、まあそれは異常なところがないわけがないんで、その十何歳か二十歳前後でもってね、自分の友達殺して解剖しちゃうなんていうのが正常であるはずがない。16歳の女子高生ですか、一番親友だった
仲のいいやつを自分のマンションに呼びつけて首もちょんぎって、それで内臓を解剖してたと。それはカエルの解剖をやったことがあって、次は猫をやったそうですね、報道によるとね。で、猫までならまあ許せるかもしれないけど、やっぱり異常です。猫解剖してみようっていうのはちょっと普通の少女としては異常です。だから刑法39条の心神喪失になるのかもしれないけれども、そういう刑法を適用して、それでこの刑法39条の対象になったものはね、仮に無罪になって釈放された後、これは警察や検察はあと観察しちゃいけないんです。法律の所管が変わりましてね、あの精神衛生法なのかな、そうすると所管は厚生労働省であると。そうするとこれを再犯するかしないかっていうのを見張ってる役は検察や警察ではなくて保健所、あるいはその精神衛生法に基づいて指定された病院なんですね。で、病院もこんなの入ってこられていつまでも治らないでいては困るでしょ。だからね、2週間ぐらいすると治療の結果おとなしくなりましたと、もう異常性はありませんって言って釈放していくんですよ。そうすると異常犯罪を犯した少年少女たちがそのまままた町に戻ってきてしまうと。それで見てるのは警察検察じゃなくて厚生省の保健所が見てると。で、保健所だってそんな専門の係いませんよね。病院だってそんな精神異常者ってのは往々にして体力優れた腕力の優れた凶暴なのがいますから、そんなのを背負い込んじゃうと大変だから、できるだけ否定的に扱うんですね。これ精神病だっていうとそうじゃないっていうし、精神病も非常に軽いものであるということを言い立てて釈放しようとしてるわけだから、保護観察をして再犯をさせないようにというような強制的なことは病院にはできないですよね。だからこれは法律を変えなきゃいけない。刑法39条の心神喪失はこれを罰せず、心神耗弱は刑を軽減すっていうのもおかしな話でね。精神、みんなそのこの被告はその時刑事責任能力がありませんでしたと、心神喪失の状態でしたと、それを証明すればみんな死刑免れちゃうと。それから少年法そのものに大きな問題があります。今少年って言ったってもう16、17から高校生から身長平均170以上とか、スポーツ選手クラブ入って体鍛えてるやつだったら強いですよね。一般人より強いのが多い。それをね、心神耗弱だから刑を軽減するなんて言うとみんな軽減されちゃうんですね。そういうその精神障害者に対する国の姿勢というのは明らかに間違ってる。
大きな精神病院、国立の精神病院刑務所を作って、刑法を免れた者は今度は厚生省の、それはそういう保健衛生の関係に予算をつけて施設を作って、鉄格子のついた病室を作って、看守には屈強なその警察官や刑務所の看守になろうというような人たちを当ててね、それで隔離しないと再犯の恐れが極めて高い。で、再犯をしてもまた精神異常でやるとまた無罪になっちゃうと。だからそういうのは警察も取り締まらなくなるんですね。捕まえても捕まえても無罪になってしまうと。そういうことでもってやる気なくしてしまうと。そういう重大な問題を今毎日毎日新聞テレビが報道してんだけど、私が今申し上げている刑法39条を適用しろと、少年法のその16、17歳以下は死刑は適用しないというような判断が時代遅れで間違ってるんですね。で、これを出しますと、昔ナチスがヒットラーが精神異常者を厳しく取り締まって、その精神異常者で何であっても死刑にしてったと。むしろそういうのは捕まえてきて全部そのガス室に送り込んじゃうっていうのはね、乱暴なことをやったんですよ。だからとてもそれを取り締まろうとするとナチスの再来だって言われて、とっても弁護士だとかそういうお医者さん、精神病の進歩的な人たち、自分は人権擁護してるんだと思い込んでる人たちから見ると、そういうようなことを言うやつはナチスだということでめっためったに叩かれるんです。そういうバカな風潮はなんとか直さないといけないと。で、誰か一人法務大臣でも警察庁長官でもいい、刑法39条少年法の改正ということを大きな声で言ってですね、国民が納得するような方向にこの法律の歪みを直さなきゃいかんと思います。毎日毎日新聞ラジオでこういうふうに解剖しましたなんてのを聞かされたってね、これはもうお茶の間でそんなの聞くに耐えない。こういうふうに殺しました、こういうふうに残虐行為やりましたっていうのが、そのマスコミは批判をしないでそれをお茶の間に持ち込んでおると、これはマスコミも反省しなきゃいかんと思います。そういう意味で刑法39条および少年法の実情に合わないところ、精神衛生法の条文、あるいはそれを収容する精神病院刑務所を作らないか、そこで監視を要請してかいかん。この精神病患者によるところの凶悪犯罪というのは、そういうことをしない限り再犯が止められないんですよ。警察見てちゃいけないなんていうバカな法治国家ないですよ。どこの国でも警察の仕事です。その精神異常者、あるいは痴漢とかね、性的な犯罪者が出てきたら、この付近に全部小学校、あるいは女子の宿舎だとか、
そういうところへ全部通告をしてですね、そんなね、個人情報、情報保護法、個人情報保護法なんていうバカなこと言ってないでね、そういう知識は広く広げて、あそこのマンションに住んで今度帰ってきた誰の誰か知ってら、こういう残虐行為をやったものであると、そういうのを近所住民に知らせるということも防犯上大きな政策であろうと思います。これ政策転換の問題ですから、その一つ一つのケースじゃどうにもならないんですね。だから国の刑事政策というものを有識意識の高い政治家がきちんと捉えて、勇気を持って、それはちょっと左の法律学者やエセ人権主義者からナチスだって言われますけどね、そんなことを恐れないでやっていただく勇気ある政治家が出てほしいと思います。以上。